あれは。その時はモブリットがいてくれたからさ。君んとこの軍隊なんかも同じようなものじゃないの？どうやら私たちの話をしているようだな。一体何の話題なんでしょうね。もう少し聞いてみましょうか。まあそういうこともあって、やっぱりモブリットがいないと実験が回らないんだよ。私は実験の時たまに我を忘れることがあるからさ、いつも冷静に記録を取ってくれる彼には助けられてるんだ。その自覚があったのは驚きだ。感謝してるなら態度で表したらどうだ。態度？ちゃんと実験で成果を出すのが一番の報酬だろ。というかそういう君は部下の面倒を見てやってるの？あいつらはよくやってくれている。わざわざ俺が面倒を見てやる必要もねえくらいにはな。兵長、俺たちのことそんなに信頼してくれてたんだな。上官から信頼されるというのは嬉しいものだな。軍太、これからもお互い頑張ろう。そうですね、モブリットさん。ただ盗み聞きなんて悪い癖は直した方がいいと思うんだよね、モブリットは。ああ、それについては同感だ。あ、あ